エネファームに切り替えると CO2 排出量が 49% 削減されます。本日はその中から10曲で選出させていただきました4団体にプレゼンテーションをしていただき、皆様に最優秀団体を決めていただきます。エネファームはお家の小さな発電所として都市ガス、LPG、プロパンガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて電気を作り出します。また停電になっても電力が使えまして停電時使用コンセントから電気が供給され、コンセントにつなげば照明通信機器が使えるようになります。50人ぐらい集まってですね、活発なディスカッションを行いました。それともちろんそのメインの水質浄化、特に透明青くなくなるまで頑張ってやっていこうというようなことでございました。ご覧のようにですね、これは桜なんですけども、千波湖がですね、春から秋にかけて、大変な青子が発生しています。250人ぐらい集まってですね、活